須賀川市第一中学柔道部暴行障害事件とは2003年10月18日に福島県須賀川市立第一中学校柔道部の練習中に女子部員が重傷を負った事件当時中学2年生の柔道部部長の男子生徒が部活動中に中学1年生の女子生徒に対して暴行を行ったとされその後この女子生徒は 急性硬膜下血腫で倒れた。この日は土曜日で授業がなく、女子生徒は朝から柔道部の練習に参加していた。正午頃、女子生徒の具合が悪いと柔道部の副顧問から連絡を受け学校に駆けつけた。女子生徒の母親に対し副顧問は、女子生徒は休憩中に倒れたが、頭は打っていないと説明。郡山市の総合病院に搬送された。 女子生徒は頭部左硬膜下出血と診断され、8時間に及ぶ手術は成功したものの意識不明の既得状態が続いた。執刀医は校長に対し、女子生徒の頭部には気を失うほどの衝撃を何度も受けた跡があり、柔道の練習とは思えない異常な行為があったと厳しく叱責した。女子生徒の担任は同級生や保護者に 入院の事実を知らせず、怪我の程度も軽く伝えていた。また両親は、女子生徒の友人に見舞いに来てもらう、よう学校側に依頼していたが、校長は、母親が見舞いを望んでいないと嘘の報告をしていた。ため訪れる生徒はいなかった。一方で、校長は、練習に、問題はなく、他に原因があるのではないかと繰り返していた。10月24日に、 部員の保護者を集めて行われた説明会で校長は女子生徒が入部以前から持っていた頭部の病気が練習で発症した。部は怪我をするような練習はしていないと発言したが女子生徒にそのような持病はなかった。また学校側は女子生徒が既得状態にあることも知らせていなかった。2ヶ月ほど経った頃事故の原因は 部長の男子生徒のいじめだとする当初が女子生徒の自宅に届いた。2004年2月同様の噂が流れていることを知った父親は校長に原因と改善策の説明を求めたが校長は原因がわからないので謝罪はできない練習方法に問題はなかったので改善策も考えようがないと返答し学校の責任を否定。これに納得できない両親は 学校が提出した事故報告書の開示を須賀川市教育委員会に請求した。学校は当日の練習経過をまとめ、生徒障害事故発生報告と題した報告書を事故の4日後に提出。この中で学校側は練習中における頭部打撲が原因と推定。練習開始から約2時間後の10時50分からランドリが始まり、 女子生徒は2回目のランドリから元立ち役を務めていたが、その際に受け身が取れず頭を打った。その後足が痛いと言って泣き出し練習を休んでいた11時55分頃しゃがみ込んで大声で泣き出し倒れたとしている。報告書の内容について母親は事実誤認として次の点を挙げている。母親からの講義を受け学校側は報告書を再度。 提出したが、ここでも母親が言っていない証言が記載されていたほか、救急車を呼んだ時刻も修正されていた。2004年2月、女子生徒の父親は、部員数名と保護者から独自に聞き取り調査を行った。調査結果は、以下の通り。2007年3月31日をもって、定年退職。2回目の調査で、 暴力行為があったと証言した生徒を怒鳴りつけたことについて1回目の調査ではなかったと聞いて作成した報告書が嘘になるという意味だったと釈明し口止めについては完全に否定した。須賀川警察署副署長がテレビ朝日スーパーモーニングの取材に答えた内容は以下の通り学校側の2度の報告書が女子生徒の両親から抗議を受けたことについて 相良新平市長は、何回報告を求めても結果は同じではないかとして、教育委員会が独自に、情報収集して検証すべきだとの考えを示し、委員会に再調査を指示した。この調査で聞き取りを行っていたのは、市や男子生徒を相手取った訴訟で、市側の代理人を務める、弁護士ということが、明らかになっている。教育委員会による、 再検証報告2007年3月30日、須賀川市教育委員会は、部員や教師、顧問を対象に聞き取り調査した再検証報告書を公表した。9月12日の怪我以降、顧問が女子生徒の練習場の配慮を十分行っていなかったことや、男子生徒が女子生徒を投げたことを認めたこと、女子生徒を大声で注意していたことが明らかになった。 また、女子生徒へのいじめはなかったと推測している。報告書は、顧問が女子生徒の健康状態に応じた練習内容などの配慮を部員に徹底すべきであり、校長についても指導者不在の中で練習を実施させたことは安全管理上明らかに問題だと指摘。また校長が説明責任を果たさず保護者の信頼を失った責任は重大で、 事故の公表の遅れなどが隠蔽との疑惑を持たれたことについて守秘義務に該当する内容以外は速やかな情報公開に努めるべきだったとしている。男子生徒が投げた回数や方法については部員の証言にズレがあり女子生徒が意識不明となった原因との直接の関係を特定するには至らなかったと結論付けた。また報告書に書かれた 事故発生時刻は実際より30分近く遅かったと指摘されていたことについて再調査を行っていなかったことも判明した。この報告を受けて女子生徒の両親は自分が教育者であることを認識してください。人間として自分たちのやっていることに誇りを持てますか人間として恥ずかしくはないのですかとコメントした。 スカガワ氏の報告スカガワ氏が2009年5月に公表した報告は以下の通り女子生徒は事故の1ヶ月前に練習中の頭部打撲による急性硬膜下血腫で12日間入院し医師から年内は試合や試合形式の練習はしないように指導を受けていたが10月半ばから通常の練習に参加していたまた顧問は 女子生徒の練習に配慮するよう指導せず、入院していたことを部員に周知していなかった。事故当日は、顧問、副顧問とも立ち会わない中で、ラドリー練習が行われ、男子生徒は足を痛めて休んでいた、女子生徒を問いただしたが意に沿う行動を取らなかった、ことに苛立ち、払い腰のような技をかけ、相当程度の強さで数回投げた。 その後、男子生徒が説教している最中に、女子生徒は意識を失って倒れたとしている。2004年7月、女子生徒の両親は、柔道部顧問と副顧問を刑事告訴。2005年9月、須賀川警察署は、元顧問らを、業務上過失障害容疑で、書類送検。2008年8月、福島地方検察庁は、権議不十分で不起訴処分。 不起訴の理由について、事件の1ヶ月前にも、女子生徒が頭を打って入院していたことから、男子生徒の行為と意識不明に至ったことの因果関係は断定できず、元顧問らが立ち会っていたとしても事故が防げたとは、言い切れないとした。両親らは、福島検察審査会に不服を申し立てるが、審査会は、不起訴相当と判断した。 2006年8月、女子生徒の両親らは、市県男子生徒らに介護費用など、約2億3000万円の損害賠償を求めて、訴2008年8月8日、福島地方裁判所郡山支部にて、証人尋問が行われ、原告側から、元部員2名、被告側から、男子生徒が証言に立ち、女子生徒も傍聴が許可された。元部員は、 男子生徒が複数回投げたことを認め、引っ張られていった。女子生徒が意識を失ったと証言した。男子生徒も、自己当初は投げたことを否定しその後一回投げたと証言していたが、複数回投げたことを認めた。その時の状況について頭から落としたことや壁に押し付けたことは否定したが、無視されてイライラしていたことは認めた。また、男子生徒は、 受け身のできていない女子生徒に乱取りの相手をさせたことについては何とも思っていないと答えている。裁判長から日頃は柔道技をかけるような指導はしていなかったのになぜこの時はかけたのかと問われ言っても聞かなかったから自分は間違っていなかったと答え手加減しなかったことも認めた。11月7日に2回目の証人尋問が行われ 学校による調査で暴力があったと証言し、教頭から同活された元部員が出廷した。原告側弁護士の質問に、元部員は、最初の調査の場には、男子生徒もいたため本当のことが言えなかった。二回目は、教頭から聞かれ事実を話したところ、男子生徒が部活停止になると、試合で勝てないと同活されたことを圧力と感じたと、証言した。 被告側弁護士の質問には、日頃から男子生徒に殴る蹴るなどのいじめを受けていたことを明かし、男子生徒は練習中に勝手に休んだり椅子に座って、部員に指示を出していたと証言した。また、男子生徒が日頃から女子生徒に暴力を振るっていたわけではないとした上で、学校と男子生徒には女子生徒への謝罪を求めた。年月日、 福島地方裁判所郡山支部は、監督責任を怠った元顧問らを監督する市と、県に約1億5600万円の支払いを命じる、判決を言い渡した。また、男子生徒には、市や県などとともに330万円の支払いを命じた。判決は、男子生徒について、女子生徒に対し、一方的に技を数回かけ、相当程度の強さで投げた行為を、 部活動の指導を逸脱する暴行があったと認定。学校側に対しては、事故の1ヶ月前の入院を把握していたにもかかわらず、部員に説明や指導をしなかったことや、男子生徒の部の秩序を乱す行為を放置していたことなどを安全対策の不備と指摘し、その危機意識の低さには顕著なものがあったとの見解を示した。一方で、意識不明となった怪我については、 一ヶ月前の怪我の影響で血管が切れやすい状態にあったためであり、数回の柔道着は通常であれば重篤な障害をもたらす程度とは考えがたいと説明し、両親は女子生徒に対し自らの判断で部活動への参加を控えさせる選択肢があったことも指摘した。学校側による報告書については、母親が発言した覚えのない言葉が記載されている。 ことなどから信用性に大いに疑問があるとし、暴力行為を証言した部員を同括した共闘の主張も矛盾していると結論づけた。また校長ら管理職が責任逃れをしようとした疑いが強いことも医者料増額の理由だとしている。判決を受け橋本克也須賀川市長は記者会見で遅延損害金を含めた。 損害賠償金1億7838万円余りを支払ったことを明らかにした。中学を卒業し、郡山市の郡山養護学校に入学。自宅で週に数回の訪問授業を受けるうちに、容体が回復し、呼びかけや匂いなどに反応を見せるようになる。2007年10月には、 ヘルパーの協力を得て、修学旅行に参加し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンなどを見学。2009年3月、郡山養護学校を卒業する。その後も、意識不明の状態は続き、自宅で、介護の日々であったが、2018年9月12日に、急性期間指性肺炎で亡くなった。27歳だった。女子生徒は、事故の、約1ヶ月前に、 頭部打撲による、急性硬膜下血腫で12日間入院していた。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV テレビ朝日、スーパーモーニング取材クルー、被害者の母親、インペース香川ワ一中柔道部、少女渋滞裁判検討者、2009年。部活中の事故報告書事実と異なる記載福島。 中央テレビ2005年12月12日平成21年度、第2回市議会臨時会報告須賀川市、A、AB 須賀川市立、第一中学校柔道部女子生徒の事故に関する、再検証報告書須賀川市教育委員会平成21年度、第2回市議会臨時会報告須賀川市、A、AB 須賀川はじめ中柔道訴訟、学校側に、責任良心苦しさとろ、 隠した真実は暴かれた。毎日新聞2009年3月28日。福島、須賀川市立中の柔道部事故訴訟、市などに賠償命令朝日新聞2009年3月24日、ABC や、県の過失認定須賀川市、中柔道部事故訴訟判決福島民有新聞2009年3月28日、市長所信表明。 電子視聴室須賀川市、須賀川柔道部事故優子と共に、柔道意識障害者取り巻く環境と戦い続けた、母の15年、河北新報。2019年5月5日閲覧。どんな大人になっていた意識不明15年、亡き娘朝日新聞。2019年5月5日閲覧。ありがとうございます。